サミュエル・ダレンバートこと、サミュエル・デイビス・ダレンバートは、カナダのプロバスケットボール選手。ハイチの首都ポルトープランス出身。ポジションはセンター。身長211センチメートル、体重113キログラム。日本語で、サミュエル・ダレンベアと表記することもある。現在は、カナダ国籍を取得した、ハイチ系カナダ人であり、モントリオール市民である。エディ・グリフィンらと共に、シートンホール大学で2年間プレーした後、2001年の NBA ドラフトでシクサーズから全体の26位指名を受け NBA 入り。ルーキーシーズンは34試合のみの出場に終わる。2002から03シーズンは怪我により全休。03から04シーズンは82試合すべてに出場し、リバウンドとブロックで才能の片鱗を見せた。2005年にはフリーエージェントとなり、長期大型契約を結んだ。気分屋で気性の激しい性格の持ち主とされており、その点がダレンベアが伸び悩んだ大きな要因とされている。2010年夏に9年間在籍したシクサーズから放出されて以降、サクラメントキングス、ヒューストンロケッツ、ミルウォーキーバックス、ダラスマーベリックス、ニューヨークニックスと1年ごとに移籍を繰り返すなど、すっかりジャーニーマンに落ち着き、そして2015年1月5日にニューヨークニックスから解雇された。2007年、カナダ代表として北京オリンピックの南北アメリカ大陸予選に参加して5位。2008年の世界最終予選への切符を手に入れる。2008年北京オリンピックのバスケットボール競技。世界最終予選に再びカナダ代表として参加。この大会にはデトロイトピストンズのジョエル・アンソニーもカナダ代表として共に参加。予選グループを突破し決勝トーナメントに進出するも1回戦でクロアチアに敗れ敗退。2000年シドニーオリンピック以来の出場の夢は叶わなかった。オフェンス力は乏しくディフェンスで貢献するタイプの選手で30分に満たない出場時間で約10本のリバウンドと2本近いブロックショットを決める。だが、センターとしては線が細くパワーのあるセンターには苦戦を強いられている。ファールの多さが問題となり、長時間プレーできないのが課題となっており、シクサーズを追われて以降は出場時間も減少している。ありがとうございます。